おはようございます、小原です。さあ今日は元気に小原明がバイエルンミュンヘンを救う企画やっていきたいと思います。はい、まずは前回皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。お願いします。まずは一つ目のコメントです。試合前は準備万端と言いながら、試合後でベストではなかったと言い訳する監督が面白すぎてそうということです。ま、基本的にちょっと発言資料滅裂になっています。続いて2つ目のコメントです。試合を重ねるごとに情緒が不安定になっていて、解任されたらどこまで小原さんが壊れてしまうのか今から楽しみですということです。しっかりメンタル保ちながら試合に向かっていきたいと思います。ありがとうございます。そして最後のコメントです。感情に支配されて終了間際のレッドクラウド、小原さんって感じで好感持てるよということです。ちょっと前回試合では全く感情コントロールできませんでした。大変失礼しました。子供監督、はい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 、で子供店長みたいな子供監督、はい、皆さんコメントありがとうございました。ありがとうございました。さ あそれでは本日はチャンピオンズリーググループステージからいってみたいと思います。ブルゼリ戦に進んでいきましょう。記者会見に臨みます。さあバルサ戦に負けてるからね、負けられない一戦になります。チャンピオンズリーグで良いスタートを切ることはできませんでした。今日の試合で初勝利を飾れると思いますか？もちろん、もうここは絶対に勝ってね、食いついていかなくてはいけない、そういう試合になります。今日の試合に集中していきたいと思います。過ぎたことを考えていても前には進めません。フランクフルトと試合で疲労が溜まってる選手いるのではないでしょうか？フルゼン戦に向けて普段とは違う選手を再抜擢するつもりですが、もちろん疲れある選手は変えていこうと思っています。対戦相手を見て最適な選手を起用していきます。対戦相手見ません。何？対戦相手見ないでしょ。さあ最近のバイエルンヘア低迷しています。このような状態になってしまった原因はもうこれ私は早くないかちょっと、はい、まだ低迷してねえぞ。それぐらいバイエルンがもう上昇軍なんだからね、うん、はい、真逆の存在ってことでしょ。ありがとうございました。はい、はい、そうか、うん、試合見せていきましょう。さあそれでは試合前両チームのメンバー見ていきましょう。まずはバイエルンミュンヘン、こちらのメンバーになりました。デイビス少し疲れていますが、カフ選手問題ない状況なのでこのようなメンバーでいきたいと思います。控えにはアロコダレ、タケスタもお入れさせていただきました。サイポーブルゼリの方はかなり厳しい戦いになりそうです。はい、頑張ります。はい、控えこちらです。よし、さあグループステージ初戦は残念ながら敗戦となってしまいました。まずは決勝トーナメント進出というところに向けて、ここは絶対に落とせない試合になります。ブルゼリ戦です。さあ行くぞ行くぞ行くぞ。ちょっと向こうにも長身フォワードがいるようです。いや控えです。はい、絶対に勝ち点3です。キャプテンではないんですね。俺とすみません設定が漏れていたようです。またです。はい、もうやめた方がいいかもしれない。はい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 、はい、ゲームの中ではと思ったけど、はいはい、せめて、はい、よーし、むしろあなたはオッケー、そうだな、ちょっとしっかり結果残してもう一回キャプテン座に戻りましょう。リードする人ではないんだ。そうだね、うん、確かに、うん、いや今日は来るね攻撃さんが攻撃さんいやいや口の方よし、行こう。結果で流らせよ、いい、うん、こっちは本当に攻撃攻撃フォロン東京で行くんでマジで行くぞ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 、うん、もういつでもいいぐらいよ。オッケーオッケーオッケーよ。まずすぎるだろ。行こう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 、遅い。オッケー、いいよーし、オッケーオッケーオッケー。このミスは絶対逃しちゃいけねえだろう。シュー、オッケー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 、ラリオラー、よし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 、オッケー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 、いや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 、さすがにこのミスは見逃しません。ナイス、オッケー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 、お待たせしました。オッケー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 、ちょっとし一個ね、もう一度消化とかも なんとかの低めのシュートで、オッケーオッケーオッケー、ちょこんとすればこう低めのシュート打てるからね。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよよし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 、これはなかったと思って。違う違う違う、オッケー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 、試合終了間際に怒るから。オッケー、はっ、え、なになに、え、お前何の試合のこと言ってるそれ、まさか。いや、わかんない、忘れようとか忘れようとかじゃなくて、お前突然の話じゃねえだろ。オッケー、だそうだよ、うん、オッケー、デイビスよよ、デロイサネ、バイエルンミュンヘンのチャンス、いやー、ないやろー、もう触れただけでダメだよ、ね、今のは仕方がありませんね。よし
いやいやいや、結構な勢いでぶつかってきてる。触れただけではねえぞ。いい、触れたら倒れるぐらいの。オッケーオッケーオッケー、亀な亀な。オッケー、でかすぎるか。オッケーちょフリーキック練習しないとな、これは。いいところを狙っていたんですが、ちょっとこれはひどい、おそばさんフリーキック選手しました。うん、オッケー。さあこっからやー、もう追加点バンバン奪っていこう。マジで追加点バンバン奪って、もう選手休ませるぐらいの気持ちで。でけーよトラップ。細かいところやってこやってこ。オッケー、ナイス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 。一旦サイドでいい。いや、それはない。パスコツキーながら、うん。ギリギリで追いつきましたね。これは体入れながら、オッケーオッケー。お、いやそれはない。マイナスマイナスマイナス。あー、あぶね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 。怖いのでもいいから、どんどん行かないと。危ねえ。なんでしょうか。言えるんですが、あまりボールに触れていないようです。これがサッカーの面白いところで、ポゼッションが高いから勝てるというわけではないんですよね。オッケーよー。やはりしっかり守ることが。いやー、ちょっとそれはもったいないなー。ここここ。いやいや。進ませない進ませない。このロブパスは通りそうです。なんか簡単に通させないように。サイドはまあ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 、いやパスはある。相手に渡したかのようなパスでしたね。よーオッケー、形が見えたかバイエルミュンヘン。オッケー、シュートまで行こうよ。彼ら引き上げてほしいね。インテルバルサに動き頼むよ。やーけー、 やーけーよ、やめろ。あぶね。オッケー、取る。あぶね。あー、もう全部こぼれんだ。オッケー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 。相手ボールのスローインです。いやー、ミスったな。いいよ。いやー、ぜーサイドサイドサイド、ちゃんとちゃんと今日行って。いやー、よしよしよし。ちょっとコアラ、そこ大事に。ここね。オッケー。まあ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 、ちょっとこれ言ってんじゃ危ないよ。もっと追加点、もっと追加点。いや、ほんとあの事故もったいない、ミスもったいないな。さあ、ここ行きます。全然でも最後にワンチャンとかもあるから。 OK、 行こう行こう行こう。前半はバイエルミュンヘンが1点リードしました。うん、どんな後半になるんでしょうか。追いつくにはバックラインを前に動かしたり、もっとちょっとちょっと落ち着いてよ。そのポゼッションの高さを生かした攻撃をまずそろそろ見せてほしいですね。いやでリフトカットしました。うわー、ちょっとない今。マジで出ろ。オッケーオッケー。あらあら、こういうとこ、こういうとこ、まずまずサポーターのボルテージが上がります。うん、オッケー。まずにそうするわ。いやー抜けねえか。いやー、すぐ出せない。ちょっとちょっとちょっと、ねえ、くっちゃくちゃになってるぜ。ボールを、あー、危ねえ。あの辺で事故狙おう。もう OK、 もう違う、浮かせりゃいいのよ、そこは。縦出ちゃう、縦出ちゃう。仕掛けてきました。チャンスになりそう。危ない。だってもだいたいサイドからやってくるから。コラロス、いえねっ。小原ずっとチョビしか出てねえぞ。マジで
ボールを運んでいます。チャンスに繋がりそうな攻撃でしたが、ディフェンスに処理されました。うん、オッケー。絶妙なパスが出ました。いやー、どうされかそれ。いやー、じゃじゃじゃ、かか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 これこれオッケーよ。しゃ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 かかかか。いやー。あっか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 これ音…このパスは相手に出すような形になってしまいました。オッケー。コラロス、いいよ。前出すぎ、サイドバック失点せず行こう、失点せず行こう。ここで他会場の試合経過をお知らせいたします。どうなってる？インテルの試合でゴールが決まったようです。どうぞ今日よー。最初のゴールがインテルに生まれました。スコアをインテルないですよ。オッケー。なるほど。現在スコアは1対0、時間は78分を過ぎたようです。オッケー。それもどうなんか。さてここで他会場の試合経過をお知らせします。バルセロナの試合でゴールが決まったようです。はい、1点目。こらねえ。現在スコアは1点。お、ナイス、引き分け。やめ、どっちか勝て。これが俺の望み。いいよ。どっちか勝者になれ。勝者たれ。まあ、その点からまず。ジョン・モスケラ。いや、それはいらない、それいらないよ。ドリブルで進みます。おっそー、やばっ。ラウム、やばい。至近距離のシュートを防ぎました。初めてルーレットやった人じゃん。あぶね。アルフォンソ・デイビス、ニャブリに渡った。よースペースが見えていました。いやー、浮かせなきゃダメだな。ナイス。オッケー。互い選手揃ってるよ。いよ。ここは3戦勝たなきゃいけないし、しっかり勝ち点3取りましたと。ちょっと高い上の結果も気になります。スタッツはこちらになりました。インテル見ていきます。いや、ドローか。高い上はちょっと良くない結果になりました。我々にとって、俺はもうインテルまで勝ってやる。2ゴール圏で勝利貢献したコアロン、今日のヒーローと言って間違いなそうです。何かコメントいただけますか。まあ彼は本当によくやってくれました。ミスをね、見逃さずに素晴らしい活躍を見せてくれました。インテルも引き分け以上でいいんじゃない。違う。よろしくしました。はい、OK、コメントは控えます。相手は関係ありません。いや、デイビスとは素晴らしい出来だったと思います。これしっかりのリーグ戦にも結びつけてほしい。この調子を続けていってください。好調続けられるかどうかは単なる好選手と名選手を分ける資質です。ありがとうございました。インテル、そもそも引き分けてんの、プレゼン。はい。よし。これが現在のグループ C の順位となりました。まあ、大丈夫だ。インテルだから、やればいいだけね。もう、インテル戦が非常に重要になります。はい。さあ、それでは次の試合に進めていきましょう。いよ。さあ、それでは続いてリーグ戦になります。ライプツィヒ戦いってみましょう。記者会見見ていきましょう。前の試合2点差で危なげなく勝利しました。ライプツィヒのモチベーションは下がってるのではないでしょうか。なぜそれを私に聞く。いや、まあ、前の試合選手よく戦ってくれました。また同じように戦ってくれるはずです。ちょっとこの記者の質問多くなってきたかも、すでに。もうちょっとなんとか勝って1個でまずは上位距離をやっていきたいと思います。
全ては私の責任です。リーグ戦の本当に上に行かなくちゃいけない、そういうチームです、バイエルンは。うん、うん、失ってます、たくさんのものを。いや、失わないよ、はい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 、大切じゃない試合ありません。なのにビビってんの。はい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 、こういうリアルでもこういう環境にいた方がいいのかもしれない。観客って何、環境、こういう環境に、はいはいはい、上昇軍団みたいな環境にいた方が。さあ、ライプチヒ戦に行ってみましょう。はい、さあ、それでは試合前両チームのメンバー見ていきましょう。まずはバイエルンミュンヘンからです。ご覧の通りデイビスがちょっと疲れが見えるので、今回はエルナンデス先発をさせていただきました。控えにはパバールが入っています。リーグ戦必ず勝ちいきたいと思います。こちらメンバーで上がっていきましょう。セッポライプチヒの方はポールセンとライマンはいないです。はい、ただオヤルサバルとか、はい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 、います。はい、はい、こちらです。はい、シャイクザー。さあ、ライプチヒとの視線です。さあ、アウェイ乗り込んでの試合となります。ライプチヒとの視線いいっすね。はい、よし、行こう、やってやろう。よし、ここでやるためにさっきオッケー、うん、リーグ戦で勝ち星を積み重ねるウェイリッコとそれを宿命づけられたチームです。間違えました。危ない、オッケーよ。こちらがバイエルンミュンヘンの先発メンバーです。ゴールキーパーは、ね、危ないね、そういう横パスは。カメカノがセンターバックに、キミシとカゼミーロが中盤の真ん中、攻撃のフォームはトゥートップのようです。息の合ってまずいいセーブでピンチを逃れました。オッケー、サイドバック上がってるよ。いやー、繋がんないか、やばい。いいところへ出した、カモン、よし、オッケー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 、ナイスよー、よしよし、ナイス、風見ろー、いいねー、よし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 、素晴らしい時間帯に先制点です。オッケー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 、ここもミスを逃さず、コールもナイスアシスト、この距離なら外す方が難しい、よしオッケー、でかいよこれは。オッケー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 、いいねいいねいいね、落ち着いて、第4あるよ、こっちは勝つ。今回はライプツィなんで。オッケー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 、いか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 。さあ、もう一回試合始まるぐらいの気持ちで、コンテンツを取っていいよ。よ。いやー、カズミの前で好きじゃない、それは。半分で出すんだ。相手の攻撃を断ち切ります。ナイスよ。ちょっと待って、なんか上がりすぎ、危ない。あー、サイン使ってもいいんじゃない、ホッケーよ、いや、やみすったな、今のは。オッケー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 、現在スコアは1対0、時間は19分を過ぎたところです。わかりました、いいよ、報告ありがとうございます。危ない、ここ、エロいサネ、行くよ、よ、いやー、ガモ、いや、ちょっと、よっしゃ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 、カカ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 、マジか、おー、まあ今のは仕方ないでしょう、で出てるのか。オッケー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 、いや、ここで追加点取りたいね。うん、ザベル、簡単運ばせんなよ、ティモベルナ、なんか中も警戒して、中も警戒して、ルーカス・クロスターマン、うん、クロステルマン、うん、パスを、いや、そっちが加速切り替えもっと早く、まずファリアな、ピギーだな、よ、倒してってなん、誘ってくるよ、ハンドとかも、クリアクリアクリア、ここ絶対いいところでインターセプト、いやー、通ればチャンスというスルーパスでしたが、ゴールキーパーに阻止されました。OK、オッケーよ、オッケーよ、ゴー、よっしゃよっしゃよっしゃよ
いや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 、オッケー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 、これ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 、オッケー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 、シャ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 、いやひどいな、ちょっとのディフェンスは。オッケー、いやー、よしよしよし、ナイスコースナイスコース、いやー、コマよし、行こう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 、素晴らしいよ、ここまで前半。オッケー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 、1点目のゴールがドルトムントに生まれています。いや、それね、オッケーオッケーオッケー、時間は38分を過ぎたところです。ありがとうございます。高い上の動きについて、まずいもう、どういんで、ナイス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 、危ない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 、ショートショートショート、オッケーオッケーオッケー、いや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 、耐えろ耐えろ、ここ、あっべ、あぶね、よくなかった、どこ出してるの、あぶね、クリアできるだろう、もっと早く、ブレーキ切ろうよ、オッケー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 、まだ大丈夫大丈夫、ここからも皆さん皆さんと安心してください、大丈夫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 よ、さあ行こう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 、落ち着くぞよ、この後バタバタ行かないよ、別の選手に止められました。いやー、きついか、これ彼女。オッケー。オッケー、まあ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 、ちょっとこれ以上ずるずるいかないように。オッケー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 。マックが強いな、マジで。この後バタバタ行く。さあ、後半のスタートです。オッケー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 、大丈夫よ。再びキックオフです。前半はバイエルミュンヘン。本当後半の入り大事よ、これ。大事だって言ってんだろ、もう打ちスルーする、いやー、危なっ、ね、ひどいことせんといて、ほんまに、いやー、危ない危ないって、ちょっと一旦切ろう、ブレ一旦切ろう、マジで、いや全然切りきないこいつは、口だけで、おいおい口だけ、うん、えんかんかん、交代時だぞマジで、いやーちょっとさすがにきついって、いやどうも、オッケー、いやー待て、ナイス、落ちたよ、いやーこれ決まんとーマジかー、これは絶対決めないと、危ないよ、マジかー、オッケー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 、オフェンハイムに生まれました、現在スコアは2対2、戻して58分を過ぎたところです、はい、どうもありがとうございました、いやーちむりか、それは動きがあれば報告をお願いします、出すぎじゃ、おーいいけいけ、頼む出すよ、ピンチが続きます、オッケー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 、もうなんでこうなんの、結局がまだまだまだ、オッケー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 、プレーです、ヤウパメカの、やばい、出ちゃったか、大丈夫です、大丈夫、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、まだ同点まだ同点、オッケーオッケーオッケー、いやいやいや、よし、いけないよ、行こう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 、よし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 、大丈夫大丈夫大丈夫、本当に試合終わったわけじゃないし、負けたわけでもないよ、不安にさせてすみません、オッケー大丈夫よ、まずい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 、いやーダメだこれ、
ボールをカット、戻して戻して後ろから作るってことはやばい、マイナスキットマイナスキット OK ベーナー PK はないよ、うん PK じゃないないよおい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 、そっちなの OK、そっちなの OK、あとゲージ出てね、はいスターの本当だ、オッケー、よいよいよいよよ、カンセロ囲まれて、囲まれないね、オフじゃない、なんか旗え、旗、旗って何や、旗あげて、あーオフ、いやオフか、危ない、あいつなんてよかった、コーラで信じてあげようよコーラをニャブリビシアラゴレツカを投入します、もうホルスベリ、アンドレシバ、ダニオルモンとかもうやる気ある方たくさん、オッケーオッケー、行こう行こう行こう、ここに行きます、じゃあ行こう行こう行こう、危ない、これ助かってるよ、こっからだよー、最でオッケー、この時間で、ほんとに魔の時間帯よ、マジで逆に取ればこっちも絶対チャンス来るからね、84分です、オッケーオッケーオッケー、そっちね、中、中閉じとけ、中閉じとけよ、よっちー、いやーめっちゃ、ちょちょゴールを決めれば勝ち越しです、なんでそんな動きになっちゃったの、あがっばどっちがしたいのこのキーパーセクシーがさあマキのやめろ迷ったルーカ、どっちかオッケーオッケーオッケー、戻った、オッケーオッケーオッケー、ショートコーナーだ、おいおい、肘入ってない、入ってないか、肘サグワさん関係ね、何やおこ、やばい、出されたくない、お願いだからやめて、ええー、危ない危ない、本当危ない、OK、そこでいいのか、危ない、OK、いやー取り返されんの、オフだよ、やだお前何その昭和の喜び方、何オフですやったってオッケー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 、何分、マジで何分だったの、アディショナルは、えいやマジか、これ勝てるのか、うれしい胸の内です、いやこれは勝たなきゃいけないだろ、さすがに勝たなきゃいけないし、やったな、うん、こっちもね、敵やったな、オッケーオッケーオッケー、スタッツこちらになりました、インテム行きましょう、これ勝たないといけねえぞ、応援してない人にとっては非常に面白いゲームになりました、いやー2点取った、じゃあこれは勝たなきゃいけない試合でした、うん、この失態を繰り返さないようにしなくてはいけない、最低限、ライプツィが同点追いつきました、逆転、いや逆転というかもちろんもう勝ちしか考えてませんでした、これはいや2点取って勝てねえか、うん、クロスターマンの勝利になっていました、うん、相手を結果を残さなかったらかなり素晴らしい活躍があったのではないでしょうか、うん、まあもうその上でこれからできることを考えます、いやこっちの守備でしょ改善点は、ありがとうございました、1位から8位がこちらになっています、現在バイエルンミュンヘンは9位、トップとの勝ち点差が7です、下位はこちらになっています、次回の動画ではウォルフスブルク戦からお送りしていきたいと思います、チャンピオンズリーグ非常に大事な試合、インテル戦もありますので、ここは非常に正念場になりそうです、また次回お会いしましょう、さようなら、絶対勝つ、この動画いいと思ったら高評価お願いします。